はい、じゃあこれ石器、あ、この間ね自爆で終わっちゃったんで申し訳ないんですが、リセットした後からですね、あ、ここからか、ちょっと火焼いちゃったんで忘れたんですけど、あ、そういえばあの石英じゃないな、石英か、石英のあの夏目のバグはなんか普通に有名みたいですね。なんか負けて戻るとバッチくれるみたいな。また今後あれはちょっとないようにしたいですね。チートがチート使っちゃったよ本当に。はい、うーわ始まったー、だーる、あー今日にまた自爆で負ける夢見たわ。あんなのも何回も来なくないもん。うん、前歯の時の吹雪事件みたいな感じ。そう、ないない、今回はこれで終わります。負けたー、はぁ、あ、今日に負けるとは思わなかったなぁ。はい、じゃあ、今日ね、今日倒したいと思います。自爆にビビって、あの自爆か、どうしよっかな。まあ運次第ですねこれは。はい、今日なんだらドガースとかもう自爆持ってそうだ。毒はやめてね。よし。はい。ベドベトン。あ、急所か。うう、あ、危なっていうか、すご、すげえ積むじゃん。順調じゃないですかこれは。またドガスだけどうします、これ。氷狙った方がいいかな、もういっそのことね。うん、はい、いや来ねえし、まあ頼む。大爆発じゃないでも。耐えるんじゃない？あ、はい、ドガス。いや、プラスパワー自爆でも負けちゃうから、もう凍らせる以外ないんですよね。あ、やったー！やったぜ！クソが。お前は本当にクソだったよ。こんなに困らして。うん。はい。いやー、だるかったー。やっぱ氷ってずるいな。はい。ということで、いや、3回リセットしちゃったんで、3回。実際、1万円持ってたから、お金はちょっと捨てようか。
残り5000、8000円分ぐらい。8000円分ぐらいは捨てよう。うん。うん。とりあえず。それで許してください。半分の半分の半分、9000円か。はい、ということで5000円、7000円、9000円、よっしゃい。ということで本来ね、持っているないお金なんで、これは捨てます。それで許してください。ダメ、間違えた。まあ秘伝要因預けていけばこんなことにはなんなかったんですけどね、ちょっとめんどくさくてね。あ、なんでも直しだけ買っとこ。はい、ではサファリゾーン、はい、飛びます。ただいまなされた運、はい。いやー、次のポケモン決まってないんですよねー。どうしよっかなー。あ、危ね。あれ使わなきゃ。あ、でもそういえば、なんか思ったよりもね、ほんと、ご視聴いただいてて、ほんとに嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、できたらね、やってほしいポケモンコメントくれると、大変ありがたいですね。ちょっと、全然考えつかないんでね。今悩んでるのは、ん？今悩んでるのが、メタモンかな？あとは、まあぐらいか。正直何でもいいんでね。ああ、あとあれですね。もうちょっと、まあ、例えばこういう場所とかっても、前のポケモンで乗ってるんでね、もう、どんどんカットしちゃおうと思ってるんですけど、どうですかね。そんなに毎回ずっと喋ることもないですよね。戦闘だけになっちゃうからな。そしたらまあ、あのポケモンが簡単であればあるほど特に動画に載せることなくなっちゃうんだよな。まあ、さっきの言ったメタモンとかだったらなんか怒りそうですけどね。うん、あと今ね、金銀バージョンで1匹とは違う縛りプレイね、やり始めようとしてるところなんで、交互期待、うん、まあ見てくれたら嬉しいですね。穴抜けないんじゃないこれ。うん、ない。うん、はい、カツラつきました。おーおっすおっす。いや、波乗りあればよっしょ。はい、ガディ
チート、あ、ワンチャンこれ海流前にクリアある、勝てないかな、さすがに。一回できるかやってみようかな。不思議な飴使わないでね。ここに行った。特殊も高いから。やっぱ強いよな、普通に。はい。お、いいですね。いいのか。素早さ高くないね。解除になると上がるのかな。いや、思ったより受ける。やばい。40か。急所でもギリいける？お、外れましたね。これはしてんのきついか、さすがに。てるるん、てるるん、てるるるるんるん。はい。はい、大文字ありがとう。穴抜けの紐買うの忘れた。ではね、最後のジム行きましょう。では、サカキ。ラストジム。ははは、ここは俺の隠れ家。はい。体勢を立て直すって、あの2回でもう壊滅状態だったんだ。はい、サカキさん。サイホーン。はい、ここは余裕でしょうね。いやー、でも本当に次のポケモンどうしよっかな。今回もな、でもな、反抗期にやられたからな。でも言うこと聞くポケモンもうあんまり楽しそうなのいないからな。ピカチュウとか？ニドキングはな、簡単すぎるからな、多分。はい、格闘タイプまだやってないか。格闘タイプか。格闘タイプいいな。たけしに苦戦しないのがいいよね、覚えれば。はい、地割れありがとう、地割れ。一撃必殺。はい。はい。はい。でも、ライバル戦はそのまま行っちゃうか。わあ、ニドラ。いけるか、おい。てん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 てれれれれれれれてん。はい、積んでる主人公。勝負。
ピジョッと。ピジョッともいいな、でも。まあ一応冷凍ビームにしよう。凍ったらラッキーだしね。あ、高速移動。高速移動からの電光石火。はい。裁縫ね。あれ、これ風鈴とかでやばくない？ちょっと大丈夫かな。お、50レベル。はい。バーディー。うん、いいね。やっぱ技いっぱい覚えるタイプは苦戦しづらいな。あー、ちょっとポリゴン、ショック前歯チートでそれが続いてるな。あ、間違えた。あ、そうね。あ、うわ、始まった。のしかかりね。急所じゃ倒れんだろう。よし、マジか。うん、よし。こりゃ危ねえ。急所で負けてたな。え、てか吹雪ない？大丈夫？はい。カメックス吹雪あったよね、確か。ロケット続き。ああ、こんなもんか。吹雪は、四天王の時だけ？チャンピオン戦だけ？あ、ナイス、急所。ナイスです。うん。油断した隙にと。では、もう、四天王まで飛ぼっかな。はい。はい。抜けました。じゃあ、四天王挑戦です。はい。紫に変わります。はい。いつもの、ただいまー。いやー、ここで長かったー。はい。なんかお金とアイテム少ないよね、今回。はい。到達レベルは低く感じる。ドラゴンタイプだからか。あ、14はダメだ。地割れはいらないね。回復、回復4個で終わりじゃん。いいか。では行きましょう。ここまでのレベルは6時間5分。結構かかってんな。行きます。はい。そうね、凍ったらね。かわいいかんな、マジで。15。はい。PP はギリ足りそうだよな。あ。思ったより受ける。倒せないんだ、しかも。負けました。
はい。マジか。なんか全然関係ないんですけど、しまいますね。あー、そっかー。ジュゴンにも勝てないのか。いや、ちょっとごめんなさい。もう、レベル上げます。もう、時間も経ってるし。見ます。はい。破壊光線ね。破壊光線どう？いる？悩ましいよね。のしかかりよりはいい。のしかかりよりはいいよね。てか、ロマン技だし。はい。はい。海流です。ててててててて。でもまあ PP がな、まあ今更か。58でいきましょう。図鑑見とこっかな。うみゃー、羽持たないがたまに空を飛ぶ姿が目撃されている。そうなの？大きな体格で空を飛ぶ。地球を約16時間で一周してしまう。うん。の割には素早さ遅えな。海竜って飛行タイプつく？もしかして。飛行か。だから弱点増えたじゃん。まあいいか。いきます。ジュゴンどうなんだろう。はい。いけ。かっこいいね。いい後ろ姿だよ。どう？どんぐらい変わる？まあ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 。あ、そっか。4倍になったのか。厳しい戦いだな、いきなり。いや、回復使ってる場合じゃねえと思うんだよな。あ、いいね。いいよ。ヤドランは多分氷技ない。いいね。こっちも回復しとこう。ナイス。めちゃくちゃ運がいい。はい。ここでルージュラね。あ、ここで破壊光線だろ。覚えさせてよかった。はい。でね、初代は反動ないんですよね、倒すと。うっ、うー、無理？あっ、急所回。はー、まあ、麻痺して痺れればそれで勝てるんだけど、それが急所。うっ、耐えろよ。うーわ、耐えねえんだ。いやー、いや、吹雪外れ待ちしますこれ。10万ボルトが急所に当たるか、ラプラスの吹雪が外れるか。はい、それまで頑張るか。
はい。